本日は、NPO 法人ワイド山崎です。今日はあちらの方でスーパーボールとか、射的とかのゲームとかをやったりとかしてるんですけど、またね後で、このメンバーなんてね一緒にやってますので、また遊びに来てもらえたらと思います。またね作業所とかねそういう説明はまた後のねダンスの方でねちょっと、詳しくしますんでまた聞いてもらえたらと思います。今日まずこれ準備してる間にちょっと東北の方のね東日本の震災のね、いろんな支援であったりいろんなものをちょっとしようということで、今あちらに写真を展示してます。大体5、60枚ですかね、貼ってまして、いろいろやってるんですけど、後で、ね、その写真とか現地のね、報告的なね、もの写真いっぱいありますんでまた見てもらえたらと思います。また後でちょっと言うんですけどこういうねメッセージカーテンっていうのを作ってまして、真ん中にねいろんな絵を描いてます。で皆さんのねその、東日本に向けたねメッセージ、今どこでね書いていただいてこれを現地に届けれたらなということでやってます。で今日は実際、昨年の6月7月9月、その現地の方にね入った方一緒に来てますんでねその現地の報告もねちょっと一緒に聞いてもらえたらなと思いますんで、ちょっと準備の間ちょっとお話の方よろしくお願いします。こんにちは。私は園田にある NPO 法人みんなの労働文化センターの吉本といいます。さっき紹介してもらったみたいに去年3回、被災地の宮城県の気仙沼とか南三陸というところへ行って、障害を持っている人で被災して困っている方がいらっしゃらないかなということでボランティア活動に行ってきました。でその時に撮ってきた街の風景だとかそういう写真をあっちの病院の向かいの方で展示をしてるんですけど、写真だけではなかなかわからないと思うんですが本当にこう元々どんな街だったのかが全然わからないぐらい全部津波で流されちゃってるような地域で少しでもそれを伝えれるかなという写真を貼ってあるのでぜひ見て帰ってください。でこれねこれもこれのちっちゃい番向こうに貼ってあるんですけどこれ真ん中に写ってるのが尼崎市の市バスなんです。でどうも尼崎市がもう使わなくなったバスをどうにかしようと思ってたのを向こうの方に差し上げて普通にねこのバスがその何もない瓦礫の中を走ってるんですね。ですごくいいなと思ったんですけどで支援っていろんな形があると思うんです。で大きいことできるところはこうやってバス送ったりできると思うしで小さいことで個人でできることもたくさんあると思うので写真見てもらってまた地震から1年経ちましたけどこれからも忘れずに自分たちがなんかできることないかなというのを考えていけたらいいなと思って展示をしています。終わり。はい、そんな感じでね、普通、新聞とか、そうテレビの方でね、実際映されてないような写真もありますんでね、ちょうど1年経ったわけですけど本当に1年経って向こうに行った人ともちょっといろいろ話聞きましたけど本当にもう1年前とほとんど何も変わってない状態で、もうそのね、支援まで言うときになんかおこがましいところもあるんですけど本当にもうこれから30年40年神戸でさえやっぱり15年かかったもんですからやっぱああいうものってやっぱり30年40年かかると思うんです。でその時にやっぱり皆さんがその心の中で忘れず本当にずっと向こうの人と一緒なんだよという気持ちをねずっと持っていけたらと思いますんでぜひねあちらの写真を見てメッセージカーテンいろんなね皆さんのメッセージ書いていただきたいと思います。そろそろ準備できたと思いますんで、ちょっとうちの作業所のメンバーたちがちょっとね三振去年から始めてますいろんなところでステージでね披露してますんでちょっと聞いてもらえたらなと思いますんでよろしくお願いします。